遅かったな、ルイ。うわ、悪かった。思ったより雪降っててさ。へえ、こっちとら、腹減りペッコリーナなわけですよ。悪かったって。ちゃんと飯買ってきたから。腹減りペッコリーナって、なんだ？と、失礼。ここで少しだけ解説にゃ。ここはポリニンの魔法、ハイドボックスによって作られたブラックバードの集会場にゃ。ポリニンのハイドボックスは、あらゆるものの中に魔法の空間を作り出すことができるのにゃ。ごめんね、ウォルター。はい、ベーコンサンドの。ベーコン抜き。なんで抜いた？びっくりクラリーノだよ、そりゃ。びっくりクラリーノって、なんだ？で、ティーナ、口にベーコンのカスついてるぞ。しまった、ちゃんと拭いたのに。嘘だよ、ついてねえよ。やっぱりお前か、ティーナ。ごめんなさい、ついお腹空いちゃって。たくよ、もう。俺残飯処理担当じゃねえっつうのに。まあ好きだけどな。ベーコンサンドのベーコン抜き。ベーサンラビリンスだけど。ベーサンラビリンスってなんだ？にしても結構死活問題よ、食料不足というより資金不足だね。今や我々は世界から見れば完全に反逆者、テロリストだからね。身入りがない。人の命救ってるってのに、なんでうちらが悪者扱いなのさ。正しさじゃねえんだよ。人が信じるもんは、信じるのが楽なもんを信じるんだ。個人的には非暴力での活動にも限界が来てると思うんだけどね。争いは反対だ。ルイはいつも言ってるだろ、亀の甲羅は大きくてなんかいいって。いや待って、トマス、俺そんなこと言ってない。あれ言ってなかった？ウサギの耳は可愛くてなんかいいって。待って、俺ってそんな浅いことしか言わないやつって思われてる？争い反対、それは僕だってそうだよ。でもそれじゃあ事実守れてない命もあるんじゃないのってことを言ってるのさ。まあ一理あるわね。そもそも私たちは非暴力はもちろん、自由意志を尊重することをベースに動いてる。それゆえに自主申告で昇魔契約に参加している者は救えない。ああファイル、俺らが助けてるのはどの策略が。もうあんた何度話したら覚えるのよ。いい？これが最後よ。耳穴ほじくり倒して聞いて。魔女狩りといっても、大きく分けて3パターンある。まず1つ目。知人や隣人が密告するパターン。言わずもがな、魔女はみんな魔法覚醒と同時に背中に小さなあざが現れる。密告された者は強制的に身体検査をさせられ、その際にあざが見つかれば、そのまま昇魔契約という体で連行される。2つ目。王朝軍の抜き打ち検査。巡回している王朝軍にランダムで選ばれた人間は強制的に身体検査。そこであざが見つかれば同じく連行。そして3つ目が自主申告での参加。自ら死にに行くなんて異常だよね。誰も死にに行くなんて思ってないさ。そうだよ、みんな自分は病気だと思って治したくて昇魔契約に参加するんだよ。そう、でもそこが問題って話よ。どこが問題なんだ？オルタ、あんたほんとバカね。私らは人々の自由意志を尊重する。だからこそ強制連行されそうな人たちのことは守れても、自ら昇魔契約に参加している人たちには手を出せないってことよ。あくまでその人が自分で選んだことだからね。その選択を我々の思う正しさでねじ曲げるのは、ある種暴力と同じだ。どうにかできないものなのかな。うちのリーダーが決めたことだ。そのリーダーが持ち前の魔法を使ってくれたら済む話ではあるんだけどね。それはいいの。ルイの魔法は、ルイはルイが使わないって決めたんだもん。いいの、いいんだよ。悪い、みんな。僕もごめん、本当に使ってほしいなんて思ってないよ。そんなことしたら僕らもあいつらと一緒だからね。そうだよ、うちらのリーダーはアホなんだから。まったくだ、アホな上に無双か。楽な道もあるのにね。それでも理想を掲げてまっすぐ信じてるんだ、人の中の優しさを。そんなあなただからみんな集まったんだよ、ルイ。みんな、なんだかよくわかんねえけどよ。なんでわかんないの？一つわかることがある。俺らは俺らのできることをやればいいんだろ。金がねえ、食料がねえ、本当に困ったら俺が森でイノシシでも捕まえてきてやんよ。俺らは暴力はしねえ、人に意見も押し付けねえ、ただ困ってる人は助ける、それだけだ。これくらい小学生でもできるぞ。そうね、一番説得力ない見た目してるあんたに言われちゃ反論のしようもないわ。確かに、食料資金面に関しては改めて方法を考えてみるよ。ほら、まずはみんなも腹ごしらえだ。食おうぜ、ベーコンサンドのベーコン抜き。私のベーコンありの一番時間。ルイ、ちょっといいかな。どうした、フィリッポ。確かか。うん、見た、僕のサーェイランスアイレン。そうか、わかった、ありがとう。本当に追い出すわよ。ゆかたちだね、オープン。ルイ、おい、ゆか、ほらよ、お前にもやるよ、ベーコンサンドのベーコン抜き。あれ、ジュリナはどうした？ジュリナが捕
まった。はあ？どういうことだ？何があった？いつも通りジュリナと見回りしてたら、ベルージュ村に王朝軍が抜き打ちできてるって話を聞いて、二人で様子を見に行ったんだ。そしたらそこで老夫婦が詰問されていて、それでジュリナが、私は魔女だ、私のことを捕まえろ、この人たちには手を出すな。あいつは相変わらず無茶するぜ。話は分かった。その老夫婦はジュリナと一緒に捕まってる。おいポリニン、この場合はいいんだよな。当然でしょ。全員で行くか。アホ、ジュリナの魔法があるんだ。4人もいれば十分だろ。変に人数が多いと余計にリスクも高まる。ああそっか。ほんじゃまあ行くぞ、助けに。今日も動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。糖質気にしつつ菓子パン買っちゃう、セブンのジャリパンマジ美味しい。また見てね。